皆さんこんにちは。アフタービデオミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。毎年恒例のごとくクリスマスソングを皆様に楽しんでいただいた後に、この動画ではボーカルの解説をさせていただこうかなと思っております。どうもこんにちは、滝沢でございます。よろしくお願いいたします。まあこのウィンターワンダーランドというクリスマスソング、ボーカルを解説といってもですね、まあそんな解説することがねえっていうところもちょっとあってですね、なんかこう何を喋ればいいか分かんないところも正直あるんですけれども、まあ一つ皆様に言いたいこととしては、まあ、英語に気をつけろということでしょうか。やっぱこう、ね、片言というか、なんかそのカタカナ的な、ごめんなさい、もうやめます。カタカナ的なその発音だと、やっぱりどうしてもこう格好悪くなってしまうので、やっぱそのね、英語の曲をたくさん聴いて、その英語っぽく歌えた方が、やっぱりこうかっこよく響くかなと思います。で、それのためにはどうしたらいいかというと、やっぱり何回も聴くことと、何回も喋ること、何回も歌うことという感じです。無意識のうちにその発音が出てくるくらいまで、何回も何回もチャレンジをしてみてくださいませ。ところどころでちょっと早口っぽいところがあるじゃないですか。例えばB メロの「In the middle we can beat a snowman and pretend that he is passing by, passing by」っていうのは「He said, Are you married with a snowman? But you can do the job in the time」そういうところもその、ね、ちょっと言葉がバッ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 って続くんですけれども、そこの部分を何回も読むと。メモとかに書いて、歌詞を書いたりとか、もしくは iPhone とかスマートフォンとかにメモをしたりとかして、電車の中とかでブツ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 と何回もささやくわけですよ。そういうのを何回も繰り返していると、別に意識しなくてもポンとそういう言葉が出てくるようになるので、そのところまでまた練習してみていただければなという感じでございます。で、歌い方というか、その歌唱法に関してなんですけれども、今回のこのウィンターワンダーランドはですね、ブライアン・セッツァー・オーケストラさんから、ちょっとこのネタを拝借しているところと、あとジェイソン・ムラッツさんの「ウィンター・ワンダーランド」からちょっとこのアイデアをこの拝借しているところがありまして、特にその歌い方のこのフェイクの入れ方なんかをですね、そのジェイソン・ムラッツさんの方を聞いていただいた方が、まあ、何かと参考になるんじゃないのかなと思いますので、まあ、興味があったらそちらも聞いていただければという感じでしょうか。まあ、やっぱり僕が解説することはそんなにねえという感じでございますね。まあ、普通のメロディーをストレートに歌ってもいいですし、ちょっと僕と同じようなフェイクの入れ方でもいいですし、ちょっと自分なりにこうフェイクを入れてもいいですし、まあ、なんかお好きなようになんか歌っていただけると、これ幸いでございますということです。で、いつも毎年毎年そのこのアレンジを女性が歌うにはみたいな話も合わせてさせていただいているんですけれども、まあ、正直キーが低いんでこれは結構難しいかと思います。もし女性の方がこれを歌いたいと。なったら、ちょっと周りのバンドメンバーさんは頑張ってそのキーに合わせて上げてください。どのくらい上げればいいのかちょっとわからないぐらい、結構低い感じでございます。とりあえず、4フレットか5フレット分は上げなければいけないと思います。なので、最初はキー E からスタートしますけれども、キー A からスタートするみたいな感じで、結構上げないとちょっと厳しいかななんていう感じでしょうか。まあ、そんなコピーする人はいない。というふうにちょっと実は僕はもう諦めかけているので、まあそんな気苦労もなくていいかななんて、なんか、まあ、そんなこと言ってないか、まあ、そういうこと、そういう感じですよ。まあ僕が言いたいこととしては、さっきも言った通り、英語に気をつけろということと、フェイクとかに関しては、ジェイソン・ムラッツさんを参考にするといいよという感じでございます。で、その他の歌い回しとかに関しては、ブライアン・セッツァー・オーケストラからいただいておりますので、そちらの元ネタといいますか、その参考資料とかを。確認していただけると嬉しいなという感じでございます。で、ギターボーカルでも別にできるぐらいすごいシンプルな曲なので、まあ、ギターボーカルにチャレンジしてみるのもすごく良いかなと思います。でも、ギターボーカルじゃなくて、普通にこのボーカル専業の方はですね、ぜひともこの楽しげな感じを演出していただけると、良いなという感じでしょうか。Sweet bells ring, are you listening? In the land, the snow is coming. Beautiful valley, walk me tonight, walking up into the dark. こんな感じで。盛り上げていただけると嬉しいなという感じです。それでは何を話したのか全然わかんないですけれども、違う動画でお会いいたしましょう。さよなら。滝沢でした。